次私は雨の似合う小説の主人公を見てる気がする。大人って女性って素直って本当で孤独で凛としていて、まるでお水みたいにワインを喉に流して食事は少し控えめてよく飲んでよく笑っていつでも何でも私の味方っていてくれて、この人になら何を話してもいいと思わせた。絶対なんてないが口癖だった。たくさんの男を虜にした。慎重になってるところなんて見たことがなかった。それが正解か不正解、知らせた。私は彼女の過去は知らない。未来も到底予想できない。ただ彼女と彼女を取り巻く何もかもがいつもいつも大好きだ。会ったのは雨の降る週末の夜。